皆様こんばんは。本日も絶好調。本日はサザエさんがお届けいたします。サザエさん一家のマスオに船、カツオにのり平さん、タラにイクラちゃん、いろんな家族が楽しく過ごしております。クレヨンしんちゃんも野原みさえ、野原しんのすけ、おしりふりふりふりくって野原ひろし、ドラえもんもドラミちゃんはジャイアンの妹はジャイ子、ドラミちゃんに源のしずかちゃん、骨川すねおいろんなキャラクターがいますが、みんな違ってみんな良い個性や長所は持っております。コンソレーション慰め、この曲もとってもシンプルで簡単な曲です。慰めはメロディーがまず出てきて、内声部を控えめに弾く。今度は途中から左手がメロディーになる。一曲の中でも実に役割分担というのがされております。この曲はどんな風に表現すればよいのかな。右手左手の役割分担、この音は少し控えめにしよう。実にピアノはデリケートな楽器です。一曲丁寧に仕上げるのに先生も実は非常に集中を要します。でもおかげさまでうちの小学校の生徒さんもとても練習もちゃんとしてくれるようになり、特別格別に進歩が見られております。ちゃんとサポートして、あ、できたわ、すごいわ、もう一回聞いてみたいわ、ブラボーブラボー、アンコールといった褒め方、これもとっ大切です。小学校の女の子の実にフラットシャープ臨時記号の多い曲も弾けるようになってきました。臨時記号って何って聞かれますが、シャープフラット、今日もお話ししましたが、一小節の中でシャープがついている、ナチュラルがないとそのままシャープです。ナチュラルがつくと元の高さに戻すという意味でございます。一曲一曲丁寧に弾く習慣を身につけることでピアノ上達にもつながります。おかげさま、謙虚に楽しく学ぶことで、うちの生徒さんもとっても目がキラキラキラリのように、シャイな女の子も上手に弾けるようになりました。コンソレーションキラリ、藤井風が今日はコンソレーションをお届けいたします。Thank you.
でこれを弾いてみる。左手だけ弾いてみる。実に前向きではないですか。良い子の皆さんも最近練習が難しい、独譜が難しいと悩んでいる子もいましたが、しっかり今度弾いてみる、左手弾いてみるというふうに、次の曲へも実に熱心に弾いてくれるようになってきております。子どもたちの可能性を信じてあげる、できないではなく前向きに励まして、あなたらならできるわよ、できるわ、そうそう、といった声掛けが大切になっていきます。ダメ言葉では子どもたちもシュンとします。先生も何回も何回も練習を重ねますが、子どもたちの成長というのはとっても大きな成果だと思っております。誰もが毎日 100% 元気ではありません。食べ過ぎちゃって困るわ、困るわ、困るわ、引き過ぎちゃって困るわ、困るわ、困るわの時もあります。それではまた。タラキーン、猫が猫飲んだ、布団が布団だ、ポーはポーでもうまい、ポーイカ食べたかい、新聞紙新聞紙、上から読んでもトマト、下から読んでもトマト実に子供たちは柔軟な発想力です。遊びが大好き。完璧を少しずつ楽しくに変えてみてもいいかもしれませんね。